はい、皆さんこんにちは。キャピアテレビ犬とインコのレオちゃんとエマちゃんと母ちゃんです。いつもお世話になっております。はい、インコちゃんたちにどうやって芸を覚えさせていますかっていうご質問が本当に多くてですね、エマちゃんの場合は怒ってるかちょ怒ったかな。エマちゃんの場合は歌ってくれるんですけども、その歌の覚え方と、あとまあピーちゃんの場合はおしゃべりですね。今ちょっとピーちゃんあっちに行っちゃってるんですけど、すいません。はい、りょうちゃんは音真似とトイレですね。チャンネル登録がまだでしたら、していただけましたら嬉しいです。すいません、よろしくお願いします。動画最後まで見ていただけたら嬉しいです。まず赤線インコがどうしておしゃべり得意だと言われているかというと、舌の形が、人間と似ているからなんだそうです。でなおかつですね、男の子の方が、おしゃべりしやすいと言われています。メスへの求愛行動で、さえずりなど、思い浮かべると思うんですけども、喉の筋肉が発達しているからだそうなんですね。でこういうことあまり言ってしまってはいけないと思うんですけども、視聴者さんからどうしてもおしゃべりする男の子が欲しいと、どうしたらいいでしょうかというご質問をいただいたことがあります。まあですね、ペットショップで売ってるインコちゃん、オスかメスかわからないですよね。はい、なのでまあ私はですね、その時まあ、こういう言い方を言ってしまってはいけないんですけども、家族が、長く決まっていない、まあね、長くショップにいる子で鼻の色が青い子を探せばその子はきっと男の子でしょうねって言ってたんですけどもね。でまあ避難でお迎えするか、大きくなった状態でお迎えするか、どちらかになってしまうんですけれどもね。でも赤線さん、男の子だからって喋るとは限らないんですよ。おしゃべり苦手な子もいるので、それでも OK だっていう状態でお迎えした方がいいんじゃないかなと私は思います。まあ、たまたまピーちゃんはですね、喋ってくれたんでよかったんですけれどもね。はい、前置きが長くなってしまってすいません。はい、では本題の教え方なんですけれども、まずピーちゃんという名前をつけた理由があります。インコさんはパピプペポという、段落の言葉が言いやすいそうです。なのでまずね、一番名前を呼ぶことが多いなと思ったので、パピプペポの中からこう決めたかったんですよ。で、まあ、ピーちゃんっていうのしかちょっと思い浮かばなくて、あ、ピーちゃんでいいかなと思って、はい、決めました。はい。でピーちゃんをお迎えしてから、気をつけてたことを覚えるために、徹底したことがありまして、ケージをリビングに置くということ、テレビつけっぱなし、同じ言葉を繰り返して教えるっていうのを徹底しました。リビングにね、ケージを置くのはやはりですね、家族が集まって会話していますよね。それをすごく聞いているっていう話をちょっと聞いたので、もうね、絶対リビングに置こうと思ってました。あとですね、私は主婦なので、起きている時間18時間あるんですけども、そのうち15時間はですね、リビングで過ごしています。っていうのもですね、はい、これがうちの、間取り図になってるんですけど、すいませんめちゃくちゃ字汚いんですけどもね。家事全般ですね、掃除洗濯、料理している時なども、常にね、うち8時間以上包丁してる時とかあるかもしれません、はい、なので晩酌の時とかもね、普通に話しかけています。何かを覚えさせるんじゃなくて、もうね、普通に話しかける感じです。で、まあ、ピーちゃんの動画を見てくださっている方はもう分かってると思うんですけども、なんだろう、同じ言葉を繰り返してはいるんですけれども、会話が成立してる時が多々あるんですよ。ニュアンスっていうんですかね、こう、こちらの動画を見てほしいんですけれども、これ、私が、鼻炎で、本当に苦しかった時にね、ピーちゃんが話しかけてきた言葉なんです。笑ってるの、ピーちゃん。笑った？って、笑った。ピーちゃん？ピーちゃん。
ということでね、この言葉を教えてないんですけれども、なんて言うんだろう、心のこもった言葉っていうのかな、そういう方がインコさん覚えやすいみたいで、いろいろ教えてはいたんですよ。でもなぜか教えてる言葉は覚えてくれなくて、こう普通に話しかけてる言葉をすぐ覚える感じです。例えばですね、超寒いとかですね、あとエマちゃん綺麗、あとですね、お腹空いたとか、まあ本当に恥ずかしいんですけど、私の一人ごととかをね勝手に覚えてる感じで、でですね、この言葉は覚えてくれてません。はい、ほら悟空、カメハメハー、カメハメハー、ほら悟空、カメハメハー。はい、すいません、放送事故ですね本当申し訳ないです。こういうことやってるんですね、ずっと。で、これほんとしつこく教えたんですけど、全然覚えてくれませんでした。でね、寒いからって最近ほんとよく言うんですよ。これなんだろうと思ってよくよく考えたらですね、パパさんがちょっと寒い時にですね、上着を私に持ってきてくれて、はい、寒いからってはいってこうやって言うの、それをね聞いててね真似するんですよ。で、信頼関係が大事で、心のこもった言葉っていうのはやっぱりこう伝わってるのかなっていうのが本当にね常々思うんですけどもね。そう、ピーちゃんはね最初に覚えた言葉もね、ピーちゃんかわいいだったです。もう心込めてやっぱ言っちゃいますよね、かわいいので。そうで、こちらの動画、2017年の10月の動画なんですけども、はい、ピーちゃんは、生後1ヶ月ちょっとの時にお迎えしてるんですけれども、1ヶ月半の時から2週間このように教えていました。ピーちゃんかわいい、ピーちゃんかわいい、ピーちゃんかわいい、これはピーちゃんが喋った初日の動画なんですけれども、本当に貴重でですね、朝早くにピーちゃん可愛いって言い始めてから丸々1日経ったらですね、もうはっきりもうね大爆発のようにこう喋るようになったんですよ。でこれを説明欄の方に記載しておくので、よかったら気が向いたら見てください。はい、結構ね貴重で、本当今撮っといてよかったなって本当に改めて思うんですけれどもね。はい、でですね、ピーちゃんにもこう喋りたくない時なんか覚えたくない時と覚えたい時の差がやっぱりありましてですね、まあ、先ほどからずっと画像が出てたんで、まあ、どんな感じで言葉を教えてるのかわかると思うんですけど、まだまだ教えてほしい時はこうやってですね、ずーっと顔を見たりとかですね、唇の方にこう顔を近づけてくる仕草をするんですけれども、これがね完全に飽きてしまった時、はい、こんな感じでですね毛づくろいとか始めちゃうんですね。で、もっとですねひどいのはね、もう嫌だっていう態度をあからさまにします。こちらの動画を見ていただけたらちょっとわかりやすいかと思うんですけれども、ひどいよ、お風呂が沸きました、お風呂が沸きました、いてピーちゃん、痛い。ピーちゃん大好きだよ。大好きだよ、ピーちゃん。お風呂が沸きました。ピーちゃんすごい好きだよ。大好きだよ、ピーちゃん。ピーちゃん、大好きだよ。ピーちゃん、大好きだよ。今のが嫌な合図ですね。すごいわかりやすいです。続いてはもっともっとっていうパターンですね。おしゃべりをやめようとしたところ、はい、これスローで再生させていただいてます。一瞬ですごく早いんですよ。0.2 倍速です、はい。よく見てますよね。で、これがもうちょっと、もうちょっと、もうちょっとってこう要求してくる時の顔になります。そう、かわいいです。はい、以上のことをですね、まとめると、おしゃべりを教える時の要点なんですけれども、パピプペポが言いやすい。感情のこもった同じ言葉を教える。始終一緒に入れる場所。リビングなど家族の会話が聞こえる場所。
テレビは昼間はつけっぱなし、学びたそうな時はひたすら話しかける、はい、これが、まあ、私が3年ぐらい、まあ、一緒にピーちゃんと暮らして、感じたことです。必然的にですね、飼い主さんがこう幸せに楽しく暮らしていたらですね、先ほどもありましたが笑い声なども普通に真似しますので、無理に教えるとかいうのではなくてですね、ゆっくりでも、まあ、彼らの個性が活かせればと思います。覚える時はこんな感じでね、ずっと来てくれるんですよ。なのでこの全然気分がね、ピーちゃんの気分が乗らない時もあるので、そうなんです、今は気分が乗ってるんだよね。ね、ピーちゃん、ピーちゃん可愛いんだよね。ピーちゃんちっちゃいね、ちっちゃいけど可愛い、ちっちゃい、ピーちゃんちっちゃい、ちっちゃいよ、可愛いんだよ、僕可愛いんだよ。こうやってずっと話しかけてると勝手に覚えてくれるっていうか、はい、いつの間にかあれ、あの言葉言ってるみたいなのとかあるんですけどもね。ね、ピーちゃん、そうなんです。で、冒頭でも申し上げてるんですけれども、例えばですね、喋れなくてもこうやって動きを見てるだけでも、まばたきを見てるだけでも可愛くないですか？ね、あと水浴びしてる時とかもね、最高に可愛いので、喋れなくても魅力的だよと私は全部の動画で思うんですけれどもね、はい、まあ、この動画はおしゃべりを教えるっていう回なので、まあ、こういう話題になっちゃってるんですけどもね。最後にですね、ピーちゃんが今まで喋った中でこれは名言だなっていうのをちょっと並べてパッといきたいと思います。